ガドリン石は、セリウム、ランタン、ネオジム、イットリウム、ペリリウム、鉄の計算塩で構成される、計算塩鉱物であり、素性はニフィービーに SI に O10 である。素性によって、セリウムが多ければ、イットリウムが多ければ、マイナスをつけて呼ばれる。35.48%のイットリウム属気土類、元素、2.7%のセリウム属気土類元素、 最大11.6%の酸化ベリリウム、痕跡量のトリウムを含む、スウェーデン、ノルウェー、アメリカ合衆国で見られる。ガドリン石は極めて珍しい鉱物で、通常を整った結晶として産出する。ほぼ黒色で、ガラス質の光沢を持つ。モースコードは6.5から7、比重は4.0から4.7の間である。端口は貝殻状、上根は貝緑色である。 比較的低温で発酵する。1792年にこの鉱物からイットリウムの酸化物を初めて管理したフィンランドの鉱物学者ヨハン・ガドリンにちなんで1800年に命名された。気ドルイ元素のガドリニウムも同じ人物の名前が由来であるが、ガドリン医師は痕跡量程度しかガドリニウムを含まない。ガドリンがこの鉱物を分析したとき、 彼は二つ目の元素を発見する機会を逃した。彼がアルミニウムだと考えていたものは、実際には、公式には1798年まで発見されないベリリウムであった。ガドリン石とヨークセン石はかなり豊富に存在し、将来のイットリウム属キドル類元素源になり得ると考えられている。現在ではこれらの元素は、モナズ石から生成されている。ありがとうございます。